6両すべてが異なる内装の阪急京都線観光特急京都レイン雅楽。前に6号車ご紹介しましたが、今回はそのお隣、京都河原町側から数えて2両目にあたる5号車をご紹介します。側面は他の車両同様、窓の下にきらびやかな金の帯がございます。もともと中央の扉があったところには、この5号車のテーマとなる植物ススキが描かれています。ドア周りは6号車と同じですが、一応ご紹介。ドアの窓は京都の町屋の玄関をイメージした長方形。ドア横の手すりは握る部分が木となった温かみを感じるもの。そしてこの竹のパーツ、この前6号車ご紹介した時に、これ何だったかな、刺繍土かなって言ってましたが、こちら犬やらいっていうみたいです。一部のドア横にはその上にパンフレットがございます。ドアチャイム、開閉ランプも備わります。互い違いでドアの上にはモニターがございます。季節によって背景の花が変わりまして、6号車ご紹介した時は桜だったと思いますが、5号車を撮影したのは8月の頭、アジサイとなっていました。ドアの下に何もないのはいつものこと。ドア付近の照明はダウンライトとなっています。デッキとの仕切りには京都レイン雅楽と書かれたのれん。それでは中に入っていきましょう。この5号車のテーマはさっきも出てきましたススキと初秋です。座席は6号車とは違って一応ロングシートとなっています。座席の模様が2種類ありまして、こちら6号車と同じブロックタイプのものと、5号車オリジナル赤一色のものが互い違いで並びます。真ん中は一旦スルーしておきましょう。座席は畳の上に座布団がございます。座り心地は柔らかめです。まあこればっかりはどうしようもありませんが、背もたれが垂直なのがね。そして真ん中、もともとドアがあったところはこんな感じの畳となっています。ここだけ見たら電車の中とは思いませんね。どこかの和菓子屋さんのイートインスペースみたい。ここの窓は丸窓風、6号車とは違って日よけがないですね。そしてここの反対側には枯山水の壺庭がございます。京都レイン全体を通してここが一番びっくりしましたね。真正面の畳のところから眺めるのもよし、横の座布団のところから窓越しに眺めるのもよし、いろんな楽しみ方ができそうです。座布団のところの窓はこんな感じ、上の方に飾りがついていまして、実際に外が見えるのは下の8割ぐらい。ここに申し訳なさそうに書いてありますが、こちら固定窓となっておりまして開けることはできません。日よけは好きなところで止めることができるフリーストップ式のもの、これがすだれなのがまた面白いですね。上の飾りは雪見障子をイメージしたもの。でもさすがにここは紙ではありませんでした。触ってみると硬かったです。ロングシートで構成されているこの車両、坪庭のお迎え、畳のところ以外すべてに吊り革がございます。平たいもので持ちやすく、木目調となっているため温かみを感じます。照明は座席の上に仕込まれたダウンライトと、天井近くに仕込まれた間接照明の二刀流です。車端部です。まずは大阪梅田側から。ここは比較的原型を保った普通のロングシートとなっています。でもこのロングシート、左右で微妙に色合いが異なります。座り心地はいつも通りのふかふかです。多分モケット変えただけって感じですね。そしてこちら京都河原町側の車端部、向かって左側にフリースペース、そして一人掛けの座席が来まして、妻窓とモニターの位置が左右逆になっています。フリースペースには手すりが1本備わります。それにしてもこの一人掛け、本当に一瞬で埋まってしまいます。中にはこんな使い方も。
うまいこと置いたなと思いました。続きまして車端部の窓、ここもほぼ原型を保っておりまして、上からこのようにして開けることができます。開くのはだいたい6割ぐらいかな。日よけはやはりフリーストップ式のもの、持つところが木なのがいいですね。こちら京都河原町側の優先席の区画、観光列車とは言っても例外ではありません。荷物棚は車端部のみにございます。暗めの色調の板でキリッと引き締まっていますね。車端部の照明はこんな感じ、通路上のダウンライトと荷物棚の上には間接照明がございます。あと端っこにはこんな飾り照明がありました。おまけ、観光列車になったとはいえど足回りは変わっていないので、高速走行時にはそれなりの爆音が響き渡ります。